私と小鳥と鈴と。皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2022年9月30日金曜日、今日の奏派の言葉はバランス感覚を磨きましょう。バランス感覚を磨きましょう。そして今日の BGM は金子みすずの詩歌2、このアルバムの中から私と小鳥と鈴とお送りしています。みんな違ってみんないい。大正末期の天才童謡詩人金子みすず、来年が生誕125年です。山口県長門市、日本海岸に面したその仙崎で彼女は生まれました。そして彼女が残した詩512編、そのすべての詩に7年半ほどかけて全曲作曲しました。今日はそのアルバムの中から朗読編をお送りしています。朗読は女優の小林愛子さんです。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。